やあ、刹那圭介だよ。ライト、今回はやりません。嘘でーす。はい、今ちょっと化け物出てきたんで、それをエフミナに食べさせてあげるという俺の親切心。はい、というわけで、さて、ベッドが2つあるね。どっちに寝ようかな。なんか、なんかさ、右上の壁にちょっと穴が開いとけ。こっち嫌だな、こっちにしよう。こっちで寝ます。寝れんの？あ、決定ボタン間違えとるわ。あれ？でも寝れんの？あれ？寝れんの？寝させてくれない。こっちでベッドで寝ろってか？あ、ではない。あ、あれ？あれ？先に寝てろって言われたのに寝れない、寝れない。これ俺ボタン間違えとったんこれ。A かと Z かと思っとって押したのシフトキーだった。あのパソコンでよくあるちょっとシフト5回連続で押したらピコって出てくるやつ。何これ、おかしいないよ、おかしいないよ。俺こっちの家に入ったかと思ったけどさ、え、自分の家に誰かおる、あれ新しく出てきとるみたいな、いいよな。決定ボタン間違えとった。あれ？けど決定ボタンちゃんと押しとんのに。え、寝れんのか？あれ？こんにゃろ、右側取ったよ。壁に穴開いとる右側取ってしまった。いや、休みます。はい。壁の穴とか気にせんのやな、エフィーナは。物心あんまりついてないタイプなんやろうな。そういうちょっと。細かいところは金銭タイプだったんやな。分かった分かった。太陽か月か知らんけどさ、明かりか、あの明かりのさ明るさがさ全然変わってないよ。あんま寝てないんだ、5分くらいで起きたんだ。じゃあそろそろ相手してっちゃ。さっき潜って寝たばっかなんやけどな。え、もっと寝とけって言いたいんかな。まあいいや、もう一回寝たるわ。そこまで言うんだったらもう一回寝たるわ。この壁の穴がひびが入ったベッドの前、これ何度も寝れる、何度でも休めれる。休んだら HP 回復するんかな、もしかして。もしかしたら多分そうやな、知らんけど。寝たんすけど、暇なんすけど、話に混ぜてくださいな。な、混ぜてくれないな。やばい、今回のパートグダグダじゃね、進まないぞ。おい、お前話しろ。ん、元気ないね。お腹すいた。なるほど、じゃあクッキーをあげようか。わー、クッキーだー、却下。うん、我慢する。そっかそっか、頑張ってね。あー、腹減ってきた、腹減ってきた。死にそう、死にそうやけんくれ。あー、クッキーの話がそらされた。クッキー欲しい。前はハリー、その前はグリード。黒髪、金髪、赤髪、髪の毛痛まないのかしら。何の話だい？パパの本名知ってる？あの野郎、偽名ばっか使うんだよな。知ってるよ。とても痛々しい名前。痛々しい。痛々しい名前って何？俺の頭の中に痛々しい名前のレパートリーって何があるんだ？名前が和風の名前なのにさ、ブリスコとか名前つけるんかな。和風の名前なのにさ、別名、ブリスコとか、そういうかっこいい系の名前を別名でさ、自称するタイプのみたいな感じかな。痛々しいんだ。え、教えて。1万。金にちょっと、物を言うタイプらしからぬ。らしからぬかな。お金に物を言わせるタイプらしいような1万っていう名前ですよ。ああ、パパって呼んでるんだ。いや、呼ばせてるのかな。後者だったら危ないな。
1万って名前だったんか。じゃあもう今度からあいつに喋りかけるときでは1万って呼んだのは。さて何も起こらんのかな。イベントが、あ、そうか、こいつにも話しかけとこ。カロルだったっけな。僕たちの種族も特別なものを種族してほしい。これ話前に聞いたわ。前に聞いたわ、それは。いや、飛ばしたよ。俺呼んでなかったけどさ。おい、1万。おい、1万。おい、1万、ちょっと、相手してくれや。本ばっか読まずにさ、何をそんなに調べることがある。何を調べようね、あいつ。まさか、ナンパの成功率上げる方法とか、そんな感じか。あ、こっち行けるやん。今頃気づいたけどこっち行けたやん。うわ、ふっかふか。てか鏡ずれとるかな。斜めに少しずれている。なんだこれ。ちゃんと合わせろよ。俺そういうところちょっと細かくしとかなた。ちょっと気になるタイプなんよ。 あるでしょ、ゲームソフト、プレステ3とかゲームソフトね、あのケースにそのちゃんとそれに合ったソフト入れとかな、ちゃんと入れとかな、ちょっと気が済まんタイプとかあるでしょ。こっちは何。うわお、後ろになんかすっごいのがある。キッチンか、ここ。あ、キッチンなんこれ。調味料、キッチンだ。少しびしょびしょ。ピカ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 。オイルランプ。あ、こっちにはいけんか。ここ探索してないし、ここ探索したらなんか起こるだろう絶対。誰だい。新しいキャラクター出てきたよ。うわ、めちゃくちゃ偉そうなんが出てきた。兄貴か。少しだけ、少しだけお話ししてほしいな。見た目とのギャップがすごいよ。お話ししたがり。一匹狼の見た目してお話ししたがりだった。人間見た目で判断したらダメだね。いいよ。めちゃくちゃカップルっぽく並んでるやん。レイチェルちゃん。うん、レイチェル。女の子なんこれ。男に見えた俺。ごめんな。私はエフィーナ、エフィーだよ。エフィーちゃん。一緒にいた赤い人はお兄さん。うん、レオはパパ。あ、レオじゃなくて一万って呼んであげてね。お父さん。私にはもうお父さんがいないの。お兄ちゃんだけ。え、そうなの。うん、小さい頃に起きたら倒れてて、次の日いなくなっちゃった。死んだとこじゃなくて捨てられた的な感じやかな。それはちょっとさぞかしかわいそうな過去をお持ちで。お父さんがいなくなるのは寂しい。いいの、お兄ちゃんがいるから。とても優しいの。そうか。あ、でも、でも、一回だけ首を絞められた。悲しそうな顔で。おいおいおい、自暴自棄になったんか、兄貴。妹がおるんやけんさ。ちょっとそこら辺はちゃんとしようぜ、兄貴って。兄貴って今の、男か女かわからんのが兄貴だったんかな。男だったんかな、あれ。ん？私も、レオに怒られたりするけど首は絞められたことないよ。そうなんだ。じゃあ私たちのところが違うのかも。町の人と違う種族だったって。それでみんないなくなっちゃったって。種族が違ったからそいつは仲間外れしよう、みんなで出て行こうみたいな感じかな。あ、そんな差別はあかんよ。よくわかんない。でも嫌だったら嫌って言うんだよ。言わなきゃ伝わらないから。いや、いや、いや、もう一回、いや、オッケー。なんだお前は、エフィー、お前、なんか日本語の教師かお前は。外国人に日本語を教えよう感覚でなきゃオッケーって。ふふ、ありがとう。お話できて楽しかった。うん、レイチェルちゃん、結構おしゃべりなんだね。本当、エフィもそう思うよな。一匹狼に思うよな。でもたまには外で遊んだりもしなきゃ。また今度遊ぼう。いや、早速使ってきやがったよ。使いどころ間違えとるぞお前。
ほら、ふふ、うそ、また遊ぼうね。出てきた、今嘘ついたけど出てきたよ。食事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 わあ、食事食事レッツゴー、食事食事食事、パクンチョパクンチョ。あ、このパク、この音食べた時の音だったんだ。今わかったわ。なるほどね。よっしゃあ、お前妹さんに会ってきたで。ふわ、おっと失礼。朝方なのでこの時間にはもう眠くてなくてしまう。ふらふら。なぜお前まで、エフィーまで前ふらふらする必要なかったぞ。あ、夜になったんじゃ。ちょっと周りが赤いけんさ、朝なんか夕方なんかわからんかったけど、ちゃんと夜になったら夜になったみたいな見た目になるんやな。よかったよかった。ってことは、そろそろ1万も調べ物終わったんちゃうかな。なあ1万おらんようになっとるがな。1万家帰ったか。1万帰ってきてる。1万お前帰ってくるならちょっとさ、迎えに来てくれたりせんの。楽しかったか。うん、そうか。じゃあ今日会ったこと、人と話した内容、覚えてるだけいつも通り全部話せ。はーい、もう終わりか。うん、今のでおしまい。なるほどな。つまりあいつらがヴァンパイアの一族の末裔だという説は濃くなったな。あいつらって何？ここにおる、ここの町の人たちかな。ヴァンパイアな。え、ヴァンパイア、あ、なんか言おったな。もう名前忘れたんやけど、一匹狼に見えて実はおしゃべりな女の子さ、捨てられたって言おったな。種族が違うから捨てられたみたいな感じのことを、逃げられたかな。ちょっと細かいことは言いとして言おったな。まさかあの女の子はヴァンパイアで、だからこそ離れられたみたいな、そういう意味かな、もしかして。ば？人の血を主食とする一族。血を食べる？飲む？吸う。人を襲って一滴に残らず吸い尽くすんだ。死んじゃう？ああ、死ぬ。今はもうだいぶ血が薄くなって、そんな風に血を飲んだりはしなくなったみたいだが。薄くなるもちょっと問題だと思うぞ。あの病院とか行ってみ、人参とかそういうの方を勧められるぞ。あの血を濃くする食べ物、どっか奥底にその本能が眠ってるって可能性もある。何にしろまだ情報がふわふわしてて何とも言えないな。ふわー、眠い。俺はもう寝る。お前もう変なことしないで早く寝ろよ。ふわー、俺てか私昼間に眠っちゃって夜眠れない。ねえレオ、どうした？え、袖が伸びるから引っ張り、いきなり引っ張るな。私ってなんで嘘を食べるのかな。嘘が好きだからじゃないかな。嘘が好きだからじゃないかな。まだあんま君の嘘をついたところを見たことないけどね。それが分かれば今頃お前はたくさんのスイーツが目の前にあるだろうよ。そうなの？じゃあなんで私だけ嘘を食べれるのかな。レオも他の人に食べないのに。それはドラゴンだから。この世界のドラゴンって嘘を食べるようなもんっていう設定あるんかな。確かに分からんな、それ。嘘食べドラゴンみたいな。ははイメージないな。そうだな。でもな、その力はとても素晴らしい。お前にしかない能力だ。いいか、エフィ。嘘ってのはな、自分がついてるつもりでも、実際には嘘が自分についてるんだ。何ちょっとお前、なんかうまいこと言おうとしとんだな。そんなにうまいかっつったら微妙なところやぞ、お前。なんだそれ。嘘の方が自分についてきとうみたいな感じなん。後ろめたい気持ちや罪悪感、後悔、それを集めてついた嘘は大きくなる。そして抱えきれなくなって嘘に完全に疲れる。こうなったらもう真っ暗だ。お前はそうなる前に人についた嘘を食べて、その人が暗闇に溺れないようにできる。素晴らしい。
能力だと思うぜ。人助けの能力なんだな。いや、FE 自体はさ、ちょっと食欲で食いようだけかもしれんけどさ、そういうことなんやな。そっか。えへへ、じゃあ FE はすごいんだ。あー、すごいすごい。棒読みだね。絶対思ってないね、すごいなんて。でも、レオは嘘ついても、他の人みたいに怪物出ないよ。いいか、エフィ。俺の言うことは全て正しいことなんだよ。たとえそれが嘘だとしても、嘘は嘘だとバレなければそれは嘘じゃないんだぜ。哲学だね。え？うん？じゃあ、俺はね、まだ夜は始まったばかりだよ。やっぱエフィ、昼寝したけん夜眠れんか、眠れんのやな。わかるわ、俺も。夜型の人間だからね。早く寝ろ。はーい。ちなみに今収録してるのは夜です。深夜です。でもまだ眠くないな。昼寝したからね。遊びに行っちゃおう。というわけで遊びに行きます。の前にセーブして、ここはこのパートは終わりにします。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっとね、変わった。